柴田社長です。いつもご視聴ありがとうございます。今回中国人研修生2人が中国へ帰ります。送別会と普段仕事している様子などを撮影しました。コロナで大変だったと思いますが、本当によく頑張ってくれました。それでは動画スタートします。どうぞ。今日は送別会。สวัสดีค่ะคุณมงวาสวัสดีค่ะอุ้ยเลือกเย็นมากあれでこれ YouTube 出るんだよ。送別会終了。今日で研修生2人終わりで、明日帰るんで、今から2人ちょっと挨拶します。はい、じゃあ次です。はい、ということで今日は皆さんと今日で終わりです。朝はね、昼から帰るんで、朝ここで多分帰る頃には終わってるかもしれないし、とりあえず今日で終わりということで、はい、3年間ご苦労様です。